はい、新潟坂巻さんの昭和です。品評会用にとですね、仕入れさせていただいた鯉です。で、20センチないぐらい、18センチぐらいだったと思いますが、仕入れまして、ゆっくりゆっくりじわじわとですね、25分に合わせてですね、飼育してきました。炭はですね、まだ8割ぐらいなんですけども、非常に品評会パターンの昭和となります。若鯉ぐらいの方がですね、本領発揮する鯉になるのかもしれませんね。ただ炭もですね、温度下げると1ヶ月ぐらいでぐんと出ますから、これ撮影から品評会もちょうど1ヶ月ございますので、大会当日にはですね、もっともっと炭は濃くなってくると思います。20度から18度に落とすだけでもですね、炭出ますし、18から16度に落とすだけでもですね、もっともっと出ますので、これ真っ赤な肥満、そして肌もよく抜けてきましたので、もう少し炭が出ればいいんですけども、じわじわとこの辺出てきておりますし、頭のこのセンターも出てきておりますので、ね、肩口とここがですね、もっと決まってくればですね、かなりのものになると思います。模様、そして体型、もうそれは抜群ですのでね、楽しみな品評会模様だと思います。幅もあり、お筒の方まできっちりとしたボディです。まん丸な丸点じゃないでしょうか。はい、炭もですね、鱗の下の方が芯から出始めてきてますよね。こうやって見ますと、だからグーンと出るときはですね、一気に出るかなと思いますよ。はいはい、こちらも肛門ふっくらしているのでですね、メスっぽいんじゃないかなと思っております。やっぱりオスとメスはですね、オスの方が早く出ますからね。ただメスの方がですね、太みがあったりとか肌の余計も良かったりもしますからね、どちらとも言えないですけども、あとはこことここが決まった時にはですね、本当に飛び抜けた鯉になるんじゃないかなと期待をしております。ぜひよろしくお願いいたします。